どうも、ネオモンゴリップライン矢口です。ということで、今回もブルーアーカイブやっていきましょう。ということで、今回も、最終編3章、アトラーシスの箱舟占領戦の14話から見ていきたいと思います。で、あれやな、前回が光用で、あのバリアを破り突入できたところまで、ちょっと間が空いて申し訳なかったけど、見ていきましょうか。14話突入いきましょう。こっからがっつり戦闘ある感じやもんな。いきましょう。さあ、第14話突入。ここまで来てたよな。今、私たちは箱舟の外壁に頭を半分埋めているような状態です。ほん。遠くから観測したとすれば、リンゴに爪楊枝が刺さったような状態かと。でかさで言うとそんな感じなんやな。はぁ、疲れた。ほんまにな。だってこっから本番よな。皆さん、ご無事でしょうか。状況の報告をお願いします。多次元解釈システム問題ありません。ただ、衝突の影響で中枢システムがダメージを受けたようです。あ、そうなんや。まあまあエラー出てるけど。エンジンは完全にシャットダウンしてしまって、再起動シーケンスも動きません。メインコントロールシステムも動作不能ですね。え、帰れへんやんじゃあ。各エリアの通信もダメ、それに演算システムもボロボロ。え、なに？なんか敵？なんでしょうか？わ、サンクトムにいた敵じゃん。こっちに向かってきてるよ。あの、アリスの時に出てきたやつやんな。ぽいやつ。あの、丸いやつ。これな。これがいんねんや、やっぱ。へぇー。っていうか、あれやな。今までの敵、大集合状態やな。はぁ。ちょっと全方向から来てるじゃない。想定はしておりましたが、これほどまでに早く。まるで待ち構えていたかのような。はぁ。まあ、私たち敵の本拠地にいますからね。これを対処するのはアビドスメンバーやったり、まあ、ゲーム開発部とかになるんか。なんとかして止めないと。船が壊れたら一巻の終わりだよ。交戦できる人は。そうね。交戦できる人は。おじさんたちの出番かな。お城。頼りになるよな、こういう時の。アビドスメンバーが来てくれるわけやな。星野先輩。うんうん、準備万端ですよ。いつでも行けます。はい、それでは私がサポートします。先輩方は東側の通路の防衛をお願いします。それじゃあ行こうか。行くわよ。すごいな。その星野が何にも変わってないのよな。なあ、気合い入れるでもなくやってくれそうやし。そうや、春菜もいるよな。いや、俺手伝ってくれんのかなって思ってたけど、ちゃんと手伝ってくれるんや。ふう、それではここは私たちにお任せを。うー、酔った。っていうか、あれやもんな、その本編には出てきてなかったからな。だから普通にこの辺で待機してたんか、あの時は。なんでまた私が、はあ、美食研究会、いつの間に。そういえばな、みんなに気づかれんようにな。詳しいことはわかりませんが、ここでドッカーンとすればいいんですよね。ええ、私たち美食研究会は探求を邪魔する者に背を向けたことはありません。そうだよ、宇宙食への旅路はまだ始まったばかりだからね。そのピンチやから助けてくれるっていうわけじゃなくて、宇宙食は食べられへんかもしれへんから、ここは戦うみたいな、むちゃくちゃなこと言ってるけどな。その旅路終わらないと思いますけど。はあ、まあ猫の手も借りたい状況ですし、行きましょうか。私がサポートします。あ、アコが住んでんや。ありがとうございます、アコさん。では始めましょうか。強そう。美食研究会頼りになるな。お、あ、はいはい、ここは私たちが守ります。ゲーム開発部もな、いてくれてるし。ゲーム開発部、いつからそこにいたの？アリスちゃんはまだ寝てるけど、私たちが力になれたらと思って。そうやな、アリスは今寝てる状態か。そう、私たちと先生ならなんとかなるって。分かったわよ。じゃあ私がサポートに回るけど、くれぐれも無茶はしないでよね。優香がサポートしてくれるならもう無敵じゃない。よーし、行くよ。ミレニアムいいな。はい、よろしくお願いします。行こう、頑張ろうね。優香サポート入ってくれんねんや。では先生、ウトナピシティムの元船の防衛戦総指揮をお願いいたします。はあ、この3組を対策委員会、ゲーム開発部、美食研究会のみんな、行こう。はあ、へえ、3チーム。ちゃんとみんないるんやな。さあ、進んでいきましょうか。でも、なんか、戦力としてはさ、結構いるよな。思ったよりも。ちょっとそれぞれ左、右に進もうか。さあ、行きましょうか。
っていうか敵はこいつらやもんな。ゆずも頑張って。っていうかこのメンバーで見るとあれやねんな、ゆずが一番前やねんな。へえ、よしよしよし。全然、いや全然ゲーム開発部余裕やな。さあ春菜も選択で右に行きましょうか。さあ風花が後ろにいて美食研究会みんな前やねんな。これこのバランスいいな。なあ確かに美食研究会全員前やもん。はい、余裕と強いわみんな。さあ星野を前に行かせて、多分さこれ2個行ったら真ん中につながるみたいな感じよな。はいはい、あとはもう完全に星野がぶっ倒すだけよ。さあ行きましょうか。そのおじさん強いからな、ガチで。てかアビドスの全体的な、なそもそもの戦闘力が高すぎんのよな。さあ行くよ、頑張りましょう。はい、余裕。いや強いな。さああとはもう2体倒すだけやけど、ゆずと春菜もちょっと戻しとくか。さあ次の戦闘勝ったわ。さあラストのやつが突っ込んできて、これ倒したら終わりやな。強いわさあこれで敵は一掃され、俺らの勝ちと。次回アトラハシスの箱舟占領戦、ついにか。第15話アトラハシスの箱舟占領戦ということで、あれやんな、一番のメインクエストみたいな、そういうことやんな。敵の撃退を確認、無事防衛に成功しました。先生お疲れさん。他は特に変な動きもなさそうだし。お、これどっちの爆破よ。ゆずの爆弾な、な、な、なに、ば、爆発、ば、爆発ですか。い、一体どこで。誰の、シロコ、シロコか。そうやな。っていうかマジで敵の本拠地にいるな。あ、い、いつの間に中に。シロコ、会話とかできる。そっか、うん、結局ここまで来たんだ、会話してます。警告したのにどうして銃向けられてるの。ここには命の終わりしかないのに。シロコ先輩、あやね、は、え、止まれ。シロコちゃん、シロコ先輩なのよね。え、止まれってあやねに対してやった今。ダメです、シロコちゃん待て。シロコちゃん、あ、シロコを止めてたんや。そう、シロコがもう逃げようとしてたんや。え、し、手榴弾。いやー、敵むき出しやん。それはそれで嫌やけどな。星野っていうか星野の真下ぐらい。ゲホゲホ、先生大丈夫。無傷や強えな星野。うん、いや俺は無事やけど星野がよ。大丈夫、ゲホゲホ。白子先輩はいなくなりました。やっぱり白子ちゃんはここにいたんだね。でもどうしてこんな、はあ、いやーその白子周りマジでまだ全然わからんのよな。はあ、今ので事態がさらに悪化したわね。エンジニア部聞こえる？船の状態を見てもらえるかしら。てか爆発もしたしな。ふう、みんな怪我がないようで何より。戦艦の状態は今確認しているけど結構ボロボロ。まあ外も中もになってしもたもんな。箱舟との衝突でかなり様々なところに問題が生じてしまったようだね。それと今の爆発もさらに追い打ちをかけてしまったみたいだ。今からシステムの診断とダメージ分析作業に入ります。ですがあまり心配しないでください。あ、そう、根本的に直すことは不可能だとしても再起動くらいはなんとかできるはずですから。そのレベルなんかい。そうだね、これを復旧しないと君たちが地上に戻れない。私たちも全力で頑張ってみるよ。頼むわ。ただ私たちだけでは時間がかかってしまうから、そちらの手も借りたいのだけど、誰かできんのかな。誰か手が空いている人はいるかい。あー、かよこ、私がやるよ。必要なことがあれば言って。かよこ、こんなんできるんやな。お、わかりました、ありがとうございます。はい、それではよろしくお願いします。
へえ。かよここっち系もまあそのな実際直すまではいかんけど聞いてできるぐらいはあるんやな。うん、リオ、はい、ひまり、今のシロコの空間移動、おそらくこの箱舟の演算能力を利用したものよ。ええ、あり得る話ですね。このアトラハシスの箱舟は次元を計算する演算装置、これを利用して空間を移動できるのでしょう。彼女は随分と箱舟の能力を利用することに慣れているようだと言いますと、はい、つまり箱舟の演算能力を確保できればおそらくあれと同様の物理的な空間跳躍シーケンスを作れるはずよ。空間跳躍シーケンス、私は名もなき神の技術について規模と数値詳しいつもりなのだけれど、未来の予知も一部とはいえ実現させたことがあるわ。おそらく一度しか使えないでしょうけれど、空間跳躍シーケンスが完成すれば艦内の全員を地上に移動させることができるはずよ。まあ今のところこの船直すかこれをな作ってしまうかっていう二択になってるのかな。ふむ、なるほど。つまりリオ、あなたはエンジニア部が修理を完遂できないと考えているのです。エンジニア部を信用できないからという話ではないわ。そうですね、あなたはビッグシスターですもの。全てに精通しているがゆえに全てのことに疑念を抱く、まるで信託を受けた王のような。まあエンジニア部も直せたら直せたでいいし、まあ、こっちもこっちでできたらいいとは思うんやけどな。あなたの不安や執念、その感情の大半は様々な問題を招きました。仲間を信頼できず、自分こそが正しいという独占的な思考に溺れていたから。そうね、否定はしたいわ。私はそういう人間よ、ひま。それらは私を形作っているもの、これからもきっと変わることはないと思うわ。軽蔑されたとしても構わない。でもこの船はあなたや先生、そしてここにいる全員の命を乗せた存在なのよ。であれば計画が失敗した時に備えなくてはならないでしょう。絶対に起こり得ない確率だとしても打てる策は講じておくべきよ。こんな状況だからこそ私は軽蔑などしませんよ。私はあなたが嫌いなだけです。この差は結構大きいんですよ。はあ、そうな。心配してくださりありがとうございますリオ。今なんてエンジニア部の皆さんもあなたに感謝することでしょう。まあでも全員のことを思ってやっぱ進めてくれるってことやな。ただ嫌いやからちょっと言ったってぐらいでな。自分たちの失敗に備えてくれる、力強い存在がいてくれるのですから、うん、ウトナピシティムの元船なしにここから生還する、そんな方法があるのであればそれは大きな励みになります。ですからよろしくお願いしますねリオ。わかったわ。少し時間をちょうだい。あなたたちが占領戦を進めている間に確認しておくから。それでは。はあ。まあ、ひまりはひまりでな、ちゃんとありがとうとは思ってるよな。うん。アドラハシスの箱舟への侵入はなんとか成功しましたが、今の私たちは敵の本拠地にいる状況です。いつ攻撃が始まってもおかしくありません。先ほどのような襲撃が続くかもしれません。つまり船の防衛にも同時に気を配る必要があります。はあ、まあ直す他にもあるな。エンジニア部が復旧作業をしている間、うん、まあそれ以外のメンバーで全員守らなあかんってことやもんな。ゲーム開発部や対策委員会、美食研究会の方々には襲撃から船を守る役割を担っていただきたいです。そしてオペレーターやシャーレには次の作戦をお願いします。次の作戦、こっからが本番か。はい、これより私たちはアトラハシースの箱舟を占領しダッシュします。はあ、こっからやな。ですよね、こっちに行くんやな。はい、アトラハシースの箱舟占領戦に移動しましょう。さあ、お、千尋、こっからは私たちの番だね。お待たせ、今回の作戦の主役登場。まあそのアトラハシースが演算能力があるって言ってたもんな。うん、箱舟占領戦の作戦会議を始めます。はい、まあ、いよいよやなマジで。この占領戦は制限時間内に箱舟をハッキングし制御権を奪う戦い。うん、まあそこでベリタスやな。アトラハシースの箱舟は超巨大多次元解釈演算装置、
この箱舟全体が量子コンピューターになっている。すげえでかさやからな。やっぱこのでかさがあってその次元とかを超えれるっていう、つまりこの構造物の一つ一つが多次元解釈を行うための演算装置ってこと。なのでこの箱舟の各エリアをハッキングし、制御権を少しずつこっち側のものにしなきゃいけない。だから占領戦ってわけ。なるほどね。一つ一つ行くんやな。そう、文字通り相手の領土を占領していくよ。そうやって箱舟を占領していって、最後に管制システムを奪ったら私たちの勝利。そうしたらあとは自爆シーケンスを作動させて箱舟を破壊できる。もちろん敵も黙ってないだろうけどね。占領戦を進めていく中で多くの敵と戦うことになると思うけど、まあ先生がいるからそこまで心配はしてないよ。うん、任せて。信頼が厚いな。それと今の箱舟はアリスのおかげで多次元解釈ができないよう抑えられている状態なんだけど、当然それを維持するのだって限度がある。制限時間が過ぎたら箱舟の抑制状態は終わって再び多次元の中に消えてしまうだろうね。そうなってしまったら二度と箱舟への接触はできない。多次元解釈抑制終了までの時間は別途表示させておくね。はぁ、あのバリア自体も戻るんやな。この時間が占領戦のタイムリミットだよ。何時かな。では今から箱舟の内部構造を説明します。はぁ、まあでも時間も1時間とかそういうぐらいな感じするよな。箱舟は大きく分けて4つのエリアからなっています。はぁ、1,2,3,4 か。ここを全部ハッキングできたら勝ち。外角に位置している第1エリア、続いて第2のエリア、そして第3エリア、最後は中央に位置している第4エリア。現在私たちの船は第1エリアの内部にいます。なので第1エリアから占領を開始、外角第2第3エリアを占領後、最後に第4エリアという順で進めていきます。こうこうこうで最後に真ん中か。各エリアごとに次元エンジンが設置されています。これが箱舟の核である多次元解釈演算装置のコアです。これこれこのこれっぽいよな。箱舟に存在する4つの次元エンジンを全て破壊すれば箱舟の完成システムを掌握可能となります。ああ、そして最終的に箱舟を自爆させることができれば作戦は成功です。そうすればキボトスに平和が戻ってくるはず。はい、その後先生とみんなが船に乗って地上に戻ってくれば完璧ってわけ。マジでそれよな。結構そこも危うくなってるからな今って。マキーなんとかしてくれへんかな。私たちの説明はここまで。次はシャーレの番だよ。先生あとはよろしく。はい、俺側でもあんのか。先生ファイト。私たちも頑張るね。まあその実際に動くのは俺らか。頑張ってください。はい、ありがとうベリタスのみんな、一緒に頑張ろう。ベリタスの皆さん、ご説明ありがとうございました。それではこれよりアトラハシスの箱舟占領戦を開始します。それじゃあ行くよ。作戦に必要そうなものはここに用意しておくから、いつでも補給に来てね。はい、最後まで先生をサポートいたします。はあ、これで残された時間はあと第1第2第3第4とあるわけやな。任務を遂行しましょう。じゃあ外角1区目から行ってみましょうか。このエリアへ移動。プレイガイド隣接タイル外は占領可能。まあでもその歩いていくみたいな、そういうやつやな。なるほど。まあその1個ずつです。アトラハシースの箱舟占領戦、はい、開始します。お願いします。まあその一個ずつ進めていくあれと一緒やんな多分。占領、ああーこれちょっと待って、なんかでやったわ。なんか花子の水着のやつでちょっとやったけど何にもわからんかってんだ俺これ。おい AP 使うんかい。全然ないぞ。占領完了と。よっしゃ、ワンタップでいけました。ここをじゃあ占領して自分の領地を増やしていくって感じやな。さあ11やから余裕や。へえ、これあれか。なるほどね。ここは俺のシャーレのやつでいけんねんな。大人のカードを使い放題ってことやな。じゃあせっかくやしゲヘナ、なんかここゲヘナのあれっぽかったからゲヘナで行こうか。分かった。さあこれで行きましょうか。俺の欲望パーティーみたいな感じになってますか。これで行きましょう。まあまあまあ、そう11とかやったから余裕やとは思うんやけどな。
だから遊べてます。さあ、おーかよこだらけや。おー、この欲望まみれやな。強っ。なんか最後春菜のやつで全部一掃された感あるけど、さあここを倒したから陣地になったっていう。さあ占領っていうか、まあ余裕やな。占領完了。ちなみにタイルは占領すればするほどいいんかな、はい、一応しとくか。こちらの拠点を占領します。さあこれまた戦って占領していくと。差し上げますわ毎回春菜が強い。差し上げますわそう、最後のボスのタイミングで春菜が毎回攻撃してくれんの。そう、ということでマジで詰まることなく、はい、ラストのとこまで来ました。12やもんな。まあまあまあ余裕でしょう。お、来ましたね。そちらが次元エンジンです。気をつけてください先生。次元エンジンを守っている防御システムを確認いたしました。箱舟の主要設備である分、それ相応の戦力を確保していたつもりでしたが、これほどとは。そうなんやな。おっと、ちょっとしんどい戦いになりそうだね。お、でもやるしかないよ、うん、そんなことをしても無駄。白子っぽいな。先生お気をつけて。彼女です。来るんか白子な。でもやっぱ進めば進むほど先生のあのさ、銃で撃たれるところに近づいてるってことなんよな。うん、白子一体何をするつもり。単純なこと。なんかその口癖で敵対されんのちょっと嫌やな。先生が箱舟を壊すのを阻止する。そうすれば予定通り規模とさ終焉を迎える。あー、やめへん。それが私の役割だから。嫌やなー。白子先輩が再び現れました。おー、あーめちゃくちゃ銃声っていうか戦ってる感じがあるけど、あー船内っていうかあいつやな。あ、星野の方。はい、どこ。第一エリアの次元エンジン前です。今先生と交戦中です。ほう、あ、星野とかが来てくれようとしてんのかな。うん、ああもうこんなことしてる場合じゃないのに、早く白子先輩のとこに行かなきゃ。でも私たちはここを守らないと。うん、そうだね。今は防衛に集中しないと。ここは先生に任せよっか。はあ、まあ俺が白子をな。はい先生お願いします。白子先輩を止めてください。なんかな、白子ってこれさ、あやねとかのことをさちゃんと分かってんの。でも先生のことは先生って言ってんねんな。そうやな、先生が箱舟をって言ってるし。っていうかマジで何者。戦闘態勢に入りました。先生お気をつけて。あー白子戦、マジか。かよこに頼るしかない。俺とかよこの愛のパワーで助けるよ。あと春菜めちゃくちゃ揺れてたね。うわーマジそん、っていうかそう、うーわすげえ、 SD あんねや。でっか、 SD でもでかいって相当やで。早く俺たちの愛のパワーで倒すぞ白子テラー。いやちょっと待って、せやな。その確かに12が推奨レベルやったからそらいけるんだ。めっちゃくちゃ一発、愛のパワーどころかレベル差のご利用しで勝ってしまった。めちゃくちゃ強かった俺。ごめん白子。第一エリアの、次元エンジン破壊成功だよ。よし、白子はまあ止められへんかったわけやけど、まあ一旦体勢を立て直す感じで逃げたな。まあ待って、白子さんは撤退、姿を消しました、うん、いやーってことはその第2第3とかでも絶対出てくるもんな。白子ちゃんまた逃げたんですね。
はい、先生が手を打つ隙もありませんでした。まあ大丈夫なんじゃないかな。シロコちゃんがあちこちで邪魔してくるって言うなら、私たちは箱舟を壊せばいいだけなんだし。そしたら最後は必ず私たちの前に現れる。その時ちゃんと、話し合いをすればいいんだ。全部破壊していったら逃げ場もなくなるだろうからね。そう、それはそうだけど、なんか捕獲に張り切りすぎじゃない？星野と野々宮は得意やからな。ほう、あ、これカヨコの方かな。はい、ベリタス、今のところ占領戦の状況は悪くない、ね、第一エリアは無事占領したし、次元エンジンの破壊も成功。なかなかいいスタートじゃないかな。箱舟の約4分の1の演算機能を自分たちのものにできたわけだし、ええ、これで私たちも今まで以上にいろいろなことができるようになりました。そうだね、まずこの周辺の防衛が楽になると思う。これからは私たちが構築した防衛システムがある程度守ってくれるからね。はあ、よかった、これでやっと休める。それに次のエリアへ進むこともできます。第2エリアだっけ。なんだ、結構順調じゃん。確かにな、マジで。しかし最後まで油断はできません。まあそれはそう。それではアトラハシスの箱舟第2エリアに突入します。先生は引き続き指揮をお願いします。ほー、いやでも無事進んでるね。そう、シロコもな、撤退することになったしな。現時点をもって当該地区の全拠点を占領しました。はいはい、エリア1はこれにて。なんか重要そうじゃない。あ、これコアね。それを自分のものにできたと。ハッキング成功と。これでエリア2に、あー、めちゃくちゃ敵いるな。しかもあれやんな、こういうあの強いやつもちゃんといる。行きましょう。さあ、ちょっとだけ回復してきたし行こうか。占領っていうか全然足りなさそうやな。最悪回復するか。ここトリニティやから、トリニティで固めようか。さあ固められたし行こうか。しずこも声可愛いよな、コロコロしてて。これで行くか。了解。さあマジでラストよ。もう余裕やったわ。最後25か。さあということで第2エリアの次元エンジン前に到着しました。うん、このパターンならそろそろ、シロコがね、そろそろ現れてる音してんね。シロコお出ましや。来るな。ちゃんと全部止めに来んねんな。いや、やっぱり出た。シロコさんがまた姿を現しました。待ってたよ。あ、星野。びっくりした。位置を確認しました。第2エリア、次元エンジン前です。すぐそっちへ向かうわよ。先生、私たちが到着するまで足止めをお願い。はい、シロコちゃんに会いに行きます。ほう、今回はマジでアビドスメンバーはちゃんと来るって感じなんや。戦闘態勢に入ります。先生、指揮をお願いします。さあ、ということで行きましょう。やっぱシロコが敵として出てきてると。その前にいたって、いや一瞬、え、終わった、一瞬で終わった。マジで終わった。強すぎる。うわ、こんな泥って何か出てんねんや。ウォームアップにもならんぐらいやったな。マジで何秒でクリアした。5秒ぐらいちゃう。第2エリアの次元エンジン破壊しました。シロコはこれでやっぱ引くんかな。シロコさんがまた逃げようとしています。っていうか星野とか間に合うんかな。おお、間に合った。待って、シロコちゃん、いや反応してるからなんか知り合いやなっていうことは分かってんのかな。あ、また逃げられました。一応反応してたな。だからアビドスのヒトラっていうのは分かってんねんな。ずっとこれを繰り返すのでしょうか。あれを引き止めることなんてできる。いや、何か違う。え？あの子、あのシロコちゃんは私たちを避けているように見える。お、私たちをですか？そんな感じがしたの。私たちと向き合うのをどこか恐れているような。ほう。なんで、怖がる必要なんてないじゃん。まあ、その白子とこのな黒白子はなんか存在としてはどういう存在
なんかっていうのかな、そう、同一の存在ではないもんな。へえ、避けるようになってた。ベリタス？まあでもあれやな、その第二エリアがその破壊できたからやな。第二エリアの次元エンジンを破壊確認したよ。これで4つのうち2つのエリアを確保できた。半分はこっちのものになったね。あと1つ占領できれば勝機はある。いや順調、めっちゃ順調。そうですね、箱舟の演算機能を半分確保できたことですし、少し積極的に行ってみましょうか。これより白子さんの位置を追跡します。自由に走り回る彼女を捕らえるのでしたら、いつでも追跡できるようリードをつけておかなくては。箱舟の中枢システムをハッキング、内部に存在する防御システムおよび警報装置、通信網を漁ってみることとしましょう。何か進捗がありましたら声をかけますね。はい、よろしくお願いします。そんなこともできる。では先生、私たちは次の段階に移りましょう。アトラハシスの箱舟第3エリアへ突入、引き続き指揮をお願いします。ほー、第2もクリアし、次は3やな。ま、そういうことだから、これからは私たちも手伝うよ先生。はい、エリアを2つ占領できたので防衛側も余裕ができたんです。なるほどね。船の防衛はゲーム開発部と美食研究会の皆さんにお願いして、私たちは先生と共に行くことになりました。そうよ、シルコ先輩を探して捕まえてやるんだから。うんうん、捕獲作戦スタートです。ほー、なんか次のエリアはアビドスが活躍しそうな感じあるな。よっしゃ、これで第2話クリアと。お、これでエリア2話クリアっていうことやな。しました。お、はいはいはい、重要そうじゃない。これが3です。めちゃくちゃいる。しました。じゃ、行けるところから開けていくか。占領完了。もうマジでラストの敵ね。さあ、これ最後の敵ね。はい、ここにもやっぱ白子は出てきてる感じすんな。はい、てかアビドスのメンバーはもうすでにいるもんな。白子先輩来ましたね。今度こそ逃がさないよ。うん、覚悟してよね白子ちゃん。おとなしく捕まってください。うん、白子、一つだけ教えてほしい。どうしてプレナパテスの命令を聞いているの。違う先生、私がプレナパテスの命令を聞いているんじゃなくて逆。逆？命令している？うん、逆。色彩の共同者が私の命令を聞いてるのっていうと、じゃあ白子が良くないことしてるよな。え？どういうこと？白子さんの現在位置を特定しました。白子さんは箱舟の第4エリア、閉鎖されたセクションにいます。そこから信号をキャッチしました。は。第4エリアというと、A、今皆さんがいる第3エリアの次元エンジンとは距離があります。はあ、だから本物じゃないの。シロコちゃんは目の前にいるけど、ホログラム的な。そちらにもですか。 これは一体。そちらにもシロコさんが存在すると表示されている。第4エリアと今いる第3エリアの次元エンジンな。シロコさんは今この箱舟に2人同時に存在していると。ま、待ってください。まさか、この天才美少女である私がミスを。え？いや、それは多分ミスじゃないよ。いいことを聞いたよ。ありがとうね。え？そっか、そういうことだったんだね。やっと分かったよ。え、どっちも白子として認識されてるみたいな。その、こっちの、な、白白子と黒白子と、どっちも白子判定が出てるっていうか。色彩とかいうやつのせいで白子ちゃんが変わってしまった、そう思っていたんだけどさ、そうじゃなかったんだね。おー、あれは私たちの知ってる白子ちゃんじゃない。え、これでも俺としたら、なんか白子と白子が打ち合ってるっていう状況を見てるから、なんとなくおそらくはって感じやもんな。え、何言ってるのよ星野先輩。私たちの知っている白子先輩じゃない。白子先輩、再び戦闘態勢に突入。
応戦をお願いします。真実が何かはちゃんとぶつかってみないとね。今この戦闘に集中するよ。わかった、今とりあえず進もう。はい、これより白子先輩を、制圧し次元エンジンを破壊します。先生指揮をお願いします。はあ、でもなんかな、わかりそうな感じはするよな。さあ白子が出てきましたが、戦う相手を間違えたら強すぎんねんな、これ強い何で倒したかわからんぐらい何かが強かった。運動も完璧、余裕やったわ。さあこれでコアは破壊し、もう半分以上はこっちの手に移ったな。あ、白子にもダメージいってんな。逃げたは逃げたけどちょっと足引きずってるみたいな。グッ、ちょっと待て、君は一体誰。また逃げてしまいました。ほう、星野先輩、今のって私たちの知る白子ちゃんじゃないとは一体どういう意味ですか。白子ちゃんはあんな目をしない。あれはあれは、え、待たせたわね。ひまり先輩のおかげで第4エリアの通信網をハッキングできたわよ。第4エリアは確かもうこれが最後の場所って言ってたもんな。彼女の信号を捉えた位置を画面を映すから待ってちょうだい。その白子がどっちかっていう話よな。はあ、ここはなんでやねん。え、ピンピンしてるやん。ちょ、誰よりもやる気や。白子先輩、白子ちゃん、うやっとつけてくれた。先生みんな待ってた。いや、ひとまずめっちゃ安心やわ。こんなん俺結構白子さぐったりしてさ倒れてる絵見せられるかと思ってたわ。元気いっぱいかよ白子。大丈夫、怪我はない、見た通りね。大丈夫、自転車に乗って学校に向かっていたら拉致されただけだけ、人質になるのはセリカみたいな子だと思ってたから油断してた、ごめん。なちょっと白子先輩どういう意味。でも助けに来てくれるって分かったから大丈夫。ちょっと体の節々が痛いだけ。それに危害を加えてこないから身代金目的みたい。あ、そうなんや。なんか連れ去られただけなんや今んとこ。いや、それにしても白子ちゃん、人質なのにその格好はどうしたのさ、ほんまによ。これはいつもバッグに入れてるから、チャンスは準備されたものに訪れるもの。少し前からここが襲撃を受けているみたいだったから、脱出するときに隙を見て高そうなもの。どこまでもアビドス高等学校大好きやな。借金返すこと考えてるやん。はははは。いやー、いい子やなーって言おうとしたけど、いい子ではなかったわ。こんな状況なのに、そんな計画を。うん。っていうか、各学校が今集まってる状況やしな。白子ちゃんは本当にピンチからチャンスを生み出す天才だね。でもさ、白子ちゃん、おじさん言ったでしょ、なんか言ったかな、お、あー、こんな方法に慣れちゃうとゆくゆくはきっと平気で同じことをするようになる。せやな、アビドスの対策委員会編で言ってたよな。そうやって学校を守ったって何の意味があるのさって言ってた、確かに言ってた。めちゃくちゃ笑ってたけど俺も。ごめん、星野に説教されてる感じになってる俺。白子ちゃん、白子先輩、本当に白子先輩だ、ほんまにな。この感じも含めて白子先輩やな。よく覚えてるね。そこでじっとしてるんだよ、すぐに助けに行くから、積もる話は後でね。白子ちゃんがいない間、本当にいろんなことがあったんだよ。本当、涙なしでは聞けないような話がいっぱいあるからさ。まあ確かにそやねんな。巨毛のサンクトゥムとかな、そのシャーレ奪還作戦とかいろいろあったもんな。丸ごと白子は連れ去られたまんまやったからな。うん、待ってる。星野先輩、みんな先生、助けに来てくれるって知ってた。もう知ってた。うん、当たり前だよ。もちろんね。それじゃあここで待ってるから。
シロコちゃん。それじゃあ、ちゃちゃっと次のエリアに行こうか。シロコちゃんがいる第4エリアへ。はい、まだ何が何だかわかりませんが。ですが、状況を理解するよりもシロコちゃんが助ける方が先決です。待ってて、シロコ先輩、すぐに行くから。ほーん。残るはあと一つ、箱舟の最終エリア、中心部の第4エリアです。あとはここを占領すれば、箱舟の完成システムを掌握できます。これでアトラハシスの箱舟もおしまいってわけ。とっとと自爆シーケンスを稼働させちゃおう。大丈夫？本物のシロコさんがいる場所は第4エリアの閉鎖されたセクションです。ですがここへ通じるゲートを開くには箱舟の上層階に存在する特別エリア、その中にある制御室を破壊しなくてはなりません。特別エリア、はい、特別エリアは物理的に箱舟と離れているためハッキングの影響を受けないのです。つまり誰かが特別エリアの制御室を破壊しなければシロコちゃんのいる部屋にたどり着けないのです。A、破壊に成功すればシロコさんのいる第4エリアが解放されるでしょう。ほう、まあそれならやっぱり私たちの出番かな。先生はその間に次元エンジンを破壊して第4エリアの占領をお願いね。シロコちゃんがちゃんと脱出できるよう周りをきれいにしておかないと。ほう、了解、みんな気をつけてね。はい、任せてください。次元エンジンは頼んだわよ。じゃあ私たちは特別エリアに行ってくるね。また後で。アビドス。アビドス強いな。な、みんな笑顔やったもんな。まあでもシロコが無事ってちゃんと分かったから笑顔になってるんかもしれんしな。さあ、アトラハシスの箱舟占領戦最後の戦いです。これが本当に最後の戦いになるんですね。それなんだけどさ、敵さんもこれが最後だって分かってるみたいだよ。本気ってことやな。めっちゃいんの。第3でめちゃくちゃ多かったけどな。うわ、ものすごい数の敵がこっちに向かってきてる。は、はい。もう一度。あ、船の防衛が必要そうですね。ふふ。お、心配はご無用です。美食研究。うわぁ。ここの防衛は私たちが担当いたします。まあ、美食研究会ってやっぱさ、テロリストなだけあって火力高いよな。ここまで来ちゃったんだし、しょうがないわね。派手に行きましょうか。ところで、宇宙食はいつになったら食べれるの？まあ、宇宙には行かんから、な、必要ないんやけど。あ、こっちは私たちがなんとか守ります。ゲーム開発部門。はい、ここは、あ、アリスたちに任せてください、先生。アリスも起きたんや。アリスちゃん、体は大丈夫？はい、まだ HP 全開とまでは行きませんが、みんなと一緒なら戦えます。でも無理はしないでね、アリス。はい。ほー。先生、では最後の占領戦もよろしくお願いします。はあ、ちょっと向かってるな。ほんまにこれが最後になりそうな感じや。現時点をもって当該地区の全拠点を占領しました。これで第3エリアは終わりと。めちゃくちゃあれやな、一応。うん、めちゃくちゃあったさあ、こっこっちがどんだけ、まあまあいますね。第4エリアも行きましょうか。はい。あ、ゲヘナね。占領完了。よっしゃ、最後のボス。真ん中レベル低いの、あれか。一応ここだけはクリアしたらいいみたいな、そういうことやってんな。今回はあのシロコさんは見えませんね。なるほど。じゃあ、あの撤退してからはもうここには来へんねんや。だね、もしかして諦めたとか。そこまでは分かりません。ですが、油断は禁物です。ほう。なんか、アビドスメンバーの方に行ってるみたいな、そんなんでもない。そういえば、皆にいい知らせがあるよ。船の修理作業が間もなく完了しそうでね。うお、なるほどね。帰り自宅はできたぞ。そうですか。ありがとうございます。皆さん、本当にお疲れ様でした。いや、正直、かなり心配してたけど、よかった。ちゃんと直せそう。なあ、完璧に直った。ハッキングした箱舟の演算装置のおかげで思ったよりすぐ終わった。はい、この演算装置素晴らしい性能でした。こういうところにも使えるんやな。あとは第4エリアの次元エンジンを破壊できれば箱舟の自爆シーケンスを作動できるはず。自爆まで余裕があると思うから、その間にウトナピシティムを再起動させて脱出すれば大丈夫。
ここからはタイミングが肝心だよ。気を引き締めていこう。ではそちらの健闘を祈る。へー、あ、じゃあアリアン、え、もう何事もうまくいってるで今んとこね。不幸中の幸いと言いますか、リオ、あなたの提案してくれた脱出装置の出番はなさそうですね。そうね。ほー、まあよかったけどな。さあこのラスボス系っていうか、こういう雑魚敵がいっぱいいて強そうやで全然もろともしてないで。私たちは特別エリアの、制御室前で交戦中です。本当もしつこいわね。まだ抵抗されていますが、破壊完了まで時間の問題です。ほらほら、その程度じゃ足止めにもなんないよ。アビドス強い。制御室の破壊が完了次第またご連絡します。ほう、さあ最後の攻略いきましょうか。ボスね。ていうか白、あー出てきてんね。一応そのな、制御室の方には行ってないけど、こっちには出てきたってことやな。さあ次元エンジン防御システム、ね、ていうかマジで余裕やったな。ここ余裕すぎるな。さあ白子は現れたけど、やった4つの次元エンジンをすべて破壊できた。あとはもうな、ハッキングして終わりよ。いける。アトラハシスの箱舟全エリアのハッキング完了、占有率 100% を達成。これで箱舟の自爆シーケンスを起動できる。ほう、みな準備が完了したら報告して。自爆シーケンスは一度起動したら取り消すことはできないからね。すぐ、船に戻って、白子を助けたらそれを作動させて退散し、終わりか。終われる。制御室破壊完了です。白子ちゃんも、白子先輩がいるセクションには先生が向かわれました。そうやな、無事助けてよ。白子のいる部屋の扉を開く。おお、いるね先生。いや、ようやく会えた。めちゃくちゃ長かったもん、ほんま。シャーレ奪還作戦からさ、なあ、巨毛のサンクトゥム、アトラハシスの箱舟占領戦、な、3つかかったから。シロコ大丈夫、ほんまに。うん、話したいことがたくさんあるけど、今とりあえず行かないとだよね。そうだね、詳しい話はまた後で聞くね。大丈夫、シロコ先輩大丈夫ですか。これこのまま返してもらえる。うん、このまま先生と一緒に行く。道を教えて。はい。それでは船がある第一エリアに来てください。案内します。うん、お願い。行こう先生。うん、行こうか。はあ、行けたんや。ほう、これで第四のエリアも確保でき。あとはマジでカエルのみを。当該地区の全拠点を。すべて 100%。コンプリートいたしました。なんか重要そうじゃない。さあこの全部のコア的なところまで行ったもんな。ファイナルアマネク奇跡の始発点編3章16話行きましょう。これが最後やな。はい、見ていきましょうか。第16話、逆襲始まるん。俺の方からやんな。さすがに相手側から一方的にやられてんもんな。こっち早く早く戻ってきて、急いでください、はあ、帰ってきて、みんな早く。確かにそっか、船に全員乗った段階で自爆シーケンス発動させ逃げて帰るんか。そやな、みんな待ちになってんねんな。さすがにみんな焦るよなこれ。自爆シーケンスの構成完了、あとは実行ボタンを押すだけ。シミュレーション結果は問題ありません。これであればアトラハシスの箱舟は確実に破壊できます。すごい爆発が起きるんじゃない。箱舟の破片がキボトスのあちこちに降ってきちゃうかも。こっちの準備は完了してるよ。脱出の準備ができたら教えて。ちょっと待ってちょうだい。え、リオ、何、何かがおかしいわ。今私たちは、箱舟を掌握しているはずなのに。ひまり、今すぐウトナピシティムの中枢システムを見てちょうだい。中枢システムですか。
これは痛い。うわ、ハッキングされたのよ。逆乗っ取りされてんねんや。こんな数値では一体誰がいつの間に。ウトナピシティムの元船がハッキングされているわ。はあ、これはどういう、何かがおかしいです。どうして今自爆シーケンスが起動するんですか。なんでもうボタン押したの。まだ脱出準備終わってないんじゃないの。いや、これはおい、敵も賢いな。システム自爆シーケンスを実行します。おい、マジかよ。自爆シーケンスが起動。はい、今なんと、これは一体、みんな伏せて。マジ、めちゃくちゃ割れてるな。どうやって帰んのこれ。あ、でもリオの動向になってくんのかな。いやけど、そういうレベルじゃないよな。そもそも他の生徒も帰ってきてないからさ、その生徒の安全もまだ保証されてないよな。一体どうして、何が起きてるの。これは船の自爆。なぜ、はもろとも言ってしまえって。一体何がどうなってるの。このまま終わるぐらいやったらこいつらももろともってことやな。ゲホゲホ、皆さん、ご無事ですか。ちょっと何事。幸い爆発はそれほど大きくなかったけど、この状態大丈夫なのよね。おーい、ひまりが全然大丈夫そうな顔してない。ひまり部長、現状の説明をお願いしてもいいかしら。もう絶対あかんやん。やられました。マジで、そっか。やられたって何によ。私たちがアトラハシスの箱舟の占領を進めてる間、敵はバックドアからウトナピシティムの掌握を始めていたのです。な、はあ、現在ウトナピシティムの元船の所有権は敵に渡っています。いつの間に。というか、これを実行するには内部からの物理的な接触が必要でしょう。内部に誰も入れた覚えは白く言いたいな。普通に入られ、なんで、めっちゃくちゃ、あーびっくりした。今の段階ってことじゃないか。っていうか普通に、そうやね、シロコはいたんよな。まあまさかあの時、敵のシロコめっちゃ賢ない。箱舟の自爆どころか、アトラハシスの箱舟の多次元解釈をウトナピシティムの元舟が助けた形になりました。このままではまた巨物サンクテムが。シロコ、敵のシロコがさ、めちゃくちゃ強い。これは空が、っていうかそうやな、その巨毛のサンクテムカラーになってるような。また巨毛のサンクテムが、マジか。逆転ってタイトルって敵なんかい。確かに俺らめっちゃ順調やったもんな。何より、助けて。また空が。おー、いやー、うまく、どうなんや。まあ言ってないよな今って。非常事態を確認。わー、時もな。百鬼夜行にやか、先生お見送り。あー、みんなな、こっちからもな、あれやもんな、見えてる状態やもんな。こういう気も、そう、空が、先輩どうしましょう。ゆうかちゃん、先生、あー、この二人もミレニアムで頑張ってくれてたんやな。で、あ、さっきラビット招待。空が、先生に何かあったんじゃ。これって、なんかみんなちょっと嫌な空気は流れてんな。もしかしてみたいな感じになってるよな。ティーパーティー、あ、せいやさん、ミカさん、
遅かったね、なぎちゃん。せいやちゃんはさっきどこかに行っちゃった。せいやはそう、なんだか不吉な気配を感じるからそれに備えたいって言ってたよ。自分がいない間何か起きた時は後を頼むって。そうですか、では私たちもすぐに取り掛かりましょう。うん、了解。先生が帰ってきた時うまく対処できてなかったらきっとがっかりしちゃうよね。だから先生の心配は後回し。はぁ、アリウス。そう、空が。ヒョリ、あれは言わなくていいからね。何のことですか、美咲さん。そんなに私はもう人生終わりだとか、この世は苦痛だらけですとか、ネガティブ発言ばかりの印象なんですか。うん、いえ、事実ではありますが。なぁ、マジで絶望の状態やで。行くぞ。うん、どんなことがあっても努力をやめるべきじゃないからね。わぁ、そうやわ。はい、行きましょう。うん、私たちにできることをやろう。はぁ、なんかアリウスのこの感じ。今のウトナピシティムの制御権は相手に渡っている状態。現在ハッキング位置を追跡中です。確認完了。アトラハシスの箱舟第4エリアの中心部です。これがその場所の名前。多次元解釈エンジン管制室ナラムシンの玉座。ここからウトナピシティムをハッキングしてる。止めないと。ほう、突き止めはしたけど皆さん大丈夫ですか。うん、大丈夫。特に怪我はないけど、船に戻ったところでっていうか全部やもんな今。うん、こうやって要はそういうことなのよね。うん、あの白子が何度も私たちを邪魔していたのは時間稼ぎがしたかっただけということでしょうか。なるほど、最後来てなかったんてもう時間は稼いだからっていう。そう、そんな。じゃあ私たちは今まで作戦は失敗、今までの努力は全部水の泡。うん、まだだよ、白子。白子先輩。何かあんのかな。ああ、先生、まだ諦めるには早いよ。まあ、確かに。先生まで、白子先輩とご一緒なのですか。今はどちらに。その、元のところに行ってんのかな、ここから。ちょっと待って。近づいてないか、これ。白子と先生がさ、そのハッキングのところっていうのがそこじゃないの。なあ、その予知見たところじゃないの。ん、第4エリア中心のウトナピシティもハッキングしている場所に先生と向かってるよ。え、私と白子がハッキングを止めてみる。後のことはお願い。な、え、あ、先生。うわー、その、そうやな、なんかスチルがさ、嫌な予感すんのよな。感染室が見えてきた。突入したら敵の制圧に回るね。よし、行こう。まあ、行くしかない。まあでも実際、そうよな。わ、来たわ。ここは、先生も若干気づいてるもんな。敵発見。いるねー。しかも来たわ、ここか。私を拉致したあいつ、プレナパですな。止まれ。少しでも動いたら撃つ。こいつ下手な抵抗はやめた方がいい。ここにはシャーレの先生がいる。だからもう全部終わり。おとなしく降参してすぐに。はあ、プレナパです。動くな、手を挙げろ。え、さもないと撃つ。止まれ。え、何。え、我々は望むジェリコの嘆きを我々は覚えている。七つの小底。プレナパテスもシステムの箱持ってるな。やばい、もうめちゃくちゃ鳥肌立ってんねんけど、銃撃たれてたシステムの箱を持ってんねんな、プレナパテス今。あれって俺やと思ってたけど、プレナパテスのシステムの箱を、その、白子テラーの方が撃ってたってこと。
ていうか、そうやな、システムの箱持ってたらさ、相手ってめちゃくちゃ無傷になるっていうやつやもんな。わ、銃弾が全部外れた。先生もそれ持ってるもんな。この距離でなぜ？あれは聞き間違いでなければ同じやん。先生ダメ。何かがおかしい。白子下がった方がいい。山口先生の生体認証完了。私の名前を呼んだ。このシステムの箱に常駐しているシステム管理者でありメイン OS。 アロナ命令待機中。アロナ、え、俺とアロナってこと？言ってたよ。これ山口先生の生体認証完了って言ってんのが、あのこっちよな、こっちのアロナっていうことで、俺やん。プレナパテスって俺やった。でこっちの俺が持ってるシステムの箱の OS がこの子っていうアロナってことやんだよな。アトラハシスの箱舟復旧システムを起動。システムの箱の権限により破壊されたアトラハシスの箱舟を多次元の、同一存在と交代修復します。チート能力みたいなの持ってるやん。え、これってこの場合ってどっちが強いんやろうな。なんか先生の能力的にさ、結構その先生やからっていうので、その主人公やからな、結構うまく思い通りに行くとかさ言ってたのやねんけど、俺 VS 俺ってどうなんのっていう状態やんな今。約30分後 100% 修復を想定。箱舟に侵入したウトナピシムの元舟は800秒後最終自爆シーケンスに移行。だから言ったでしょ、定められた運命を変えることはできないと。うそ。木本さん予定通り終焉を迎える。私の山口先生。はあ、それで4章に進むよ。へえ、ちょっと絶対絶命じゃないこれ。なんか今までにあったさ、俺がやってきたその成功させてきたのを、その力が丸々相手にあるってことやもんな。それめちゃくちゃ強ない？やし、相手がな、なんか次元ディメンションワープしてんねんな。そんなん強すぎ。ちょっとだけ覗いていい？プレナパテス決戦。いやーでもあそこで決着つけるんやな。まあ相手から見たら俺らが敵やん。で今までの俺からした敵ってなー、倒されてるもんな。その力勝負にはなるんやけど、今のところ相手がめちゃくちゃ強そう。まあそれはそうやけど、プレナパテスのガタイ的にさ、折れちゃうやん。やっぱその、やっぱ時空を移動してきた俺たち一味ってことやんな。どうすりゃいいね。まあそんなことを言っておりますが、次は4章へ進んでいきたいと思います。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。おもろかったな。ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いします。お疲れ様でした。